さあ、では今日のゲームを振り返っていきたいと思います。来週の開幕へ向けて、その開幕投手濃厚と言われている山本由伸が先発。1回は近本を三振、そして島田をセンターフライ、マルテをショートライナーに打ち取るという三者凡退の立ち上がりを見せました。ゲームは2回の裏、タイガースの先発藤浪、宗がライトへのヒットを放ってチャンスを広げると、打席に若月。このショートゴロの間にバファローズが1点を先制します。藤浪もしっかりとそのピンチをしのぐという形は作るんですが、4回です。ここで初めてタイガースにヒットが生まれます。近本、そして山本由伸対佐藤輝明の対決。カーブを捉えてタイムリースリーベースヒットは同点という一本でもありました。そしてゲームは5回です。山本由伸に対して糸井のヒット、そして前川も続きます。これが素晴らしかった。これが落ちてチャンスを拡大させて、その後に中野、レフトフライ、近本はファーストゴロと、ピンチを背負ってからこの山本由伸がその力を見せます。5回の裏、先発の藤浪、渡辺が盗塁を決めると、その後チャンスを広げたバファローズが後藤俊太、この辺りがレフトへの犠牲フライとなってバファローズが1点勝ち越し、2対1とします。バファローズ1点リードで後半戦、6回の表は山本由伸、佐藤輝明のこの辺りはセカンドライナー、ここで山本由伸が降板ということになりました。まあ、100球目どだったということですよね。ゲームは7回です。比嘉がマウンドに上がって、梅野の当たりは同点のタイムリースリーベースヒット、2対2とします。そしてその後に今日一軍に復帰した合流した中野、この中野の当たりが一塁線を越えていくという形になってタイムリースリーベース、2者連続のタイムリースリーベースヒットとなって3対2タイガースが逆転に成功。このリードを守りきった形になりましたタイガース。最後は斉藤幸也が締めてゲームセット。関西対決3連戦、このオープニングゲームは3対2でタイガースが勝利を収めています。